FC 岐阜 J2 昇格なるか。その可能性はもうやるっきゃない。 FC 岐阜応援番組緑の話を聞け。エブリデイ J リーグ日曜生配信ヤベッチスタジアム、月曜オールゴールズショー、火曜 J リーグジャッジリプレイ、水曜開催 J リーグ、木曜内田篤人のフットボールタイム、金曜 J リーグプレビューショー、土曜日曜 J リーグ欧州サッカー、ダゾーンで毎日 J リーグ。皆さんこんにちは、番組 MC の久世良介です。そしてこの番組の解説といえばこの方、戸塚哲也さんです。 FC 岐阜応援解説の戸塚です。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さらにアシスタント MC としてトリプル G が交代で来てくれています。今回はゆいちゃんが来てくれました。はい、こんにちは、トリプル G のゆいです。今回は2回目ですが、スタジオにまた戻ってこられて嬉しいです。頑張ります。お願いします。はい、僕たちも戻ってきてくれて嬉しいです。頑張ります。お願いします。和みますね。明るいからね。はい、本当ですね。なんかいい人生なんだろうなって想像してますけども、楽しいです、ね。はい、そんな楽しいゆいちゃんから早速プレゼントのお知らせがあります。はい、今回は橋本航選手のサイン入りユニフォームを1名様にプレゼントいたします。応募方法は番組最後にお知らせしますので、どうぞお楽しみに。はい、いぶし銀のプレーと、そしてね、笑顔でファンも多い橋本選手のプレゼント、ぜひ最後までご覧ください。さあ、それでは早速番組本題の方に行きたいと思いますが、ゆいちゃん、今回の聞けはどうなっていますか。はい、本日の聞けをご覧ください。聞けその1、10月の試合を振り返って。聞けその2、昇格に必要な条件。聞けその3、サッカーとあるスポーツが融合、トリプル G の全力応援部となっています。はい、では早速聞けその1からいきましょうか。では聞けその1、10月の試合を振り返ってについてです。はい、シーズンも終盤に差し掛かっても正念場の連続なわけです。まずは第21節、そして22節、2試合見ていきましょう。10月2日土曜日、長良川競技場で FC 今治と対戦しました。はい、いよいよ負けられない戦いが続く10月に入りました。まず最初のチャンスは FC 岐阜、コーナーキックからこの中島健生のボールに合わせたのはエース川西選手、見事でしたね。いや、この左足で、まあ、決めたんですけども、はい、なかなかこの角度的にも非常に難しいボールなんですよね。うん、はい、落ちてきて勝負してますか。そうですね、ショートバウンドしてますよね。これ合わせるの難しいです。普通右足出るんですけど、はい、これ左足ですもんね。余裕があるのか、そうですね、はい、自信もあるのかというところですが、うん、ただここのところ中島健生選手のこういったプレスキック系ですね、はいはい、非常にいいですね。いいボールを、ね、蹴ってますよね、うん、そして川西選手のこのポーズも飛び出しました。さあ、今度は FC 岐阜が劣勢になる場面なんです。この場面ね、脳震盪ということで、うん、少し時間も試合中ですが、そうですね、頭と頭がね、これはもうたわけですけどね、うん、PK を与えてしまいますが、ここで失点、追いつかれます。ただやはりここで気落ちしないことですね、うん、相手に1点を奪われました。そして先ほどのプレーの影響もあり、この試合なんとアディショナルタイム8分ありました。ゴールキーパーからのキックを相原がすらして、そして駆け上がって、最後はまたここに行ったのが川西選手、今日2本目のシュート、得点、さらにチームとしてもこの2本のシュートで2得点。いや、ね、ゲームの内容的には良くなかったんですけど、はい、まあ、本当によく決めてくれたなって感じですよね。そうですね、随分運も味方につき始めたなという FC 岐阜です、うん、ホームで見事な勝利を飾りました。この僕も2試合出てなかったり、まあ、両平も久々に試合出て、今陽介さんとかキリさんとか、こう主軸の人が怪我したりしてて、このチーム状況として本当にチーム一丸となって戦わないといけない
時期だと思うし、でまあ前原も2点目あれ監督関与してますし、そういう出た選手が本当に頑張ったなって結果につながったかなと思います。そして10月10日日曜日に蒲田マーレ讃岐戦がピカラスタジアムで行われました。はい、同じく負けられない一戦、そして相手はゼムノビッチ監督ということでアウェー戦ですね。この試合はどうもこう渋い展開になってありましたね。うん、そうですね。ただチャンスは何度かあったんですよね。この日も今治戦と同じように風の非常に強いコンディションになりました。まあ、岐阜としては固く守ってくる讃岐をこじ開けなければいけなかったわけなんですが、このロングパス1本で、いいボールでしたね。これもね、ただシュートがね、ジャストミートしなかったですね。そうですね、非常に素晴らしいスタートを切った FC 岐阜での深堀選手ですが、この日はこのシュート決め切ることはできませんでした。この裏の飛び出しは本当にタイミングよく出ますよね、はい、彼は。で、川根選手もよく見てましたよ ね。でこの日はこういったミドルシュートもあり、少し、まあ、全試合が 2本しかシュート打ってないというところから少しですが良くはなってきました。折り返して最後、絶好のチャンスでしたけど、まあ、後ろに選手がいたというのも、まあはい、相手もいたし味方もいたんですが、これを決め切ることはできませんでした。このまま0対0で試合が推移していきまして、最後非常に大きなピンチが、ここ危なかったですね、来たんですが、ここなんとかしのぎました。ただこのあたり再三戸塚さんが言ってるやっぱりディフェンダー陣のこう、ね、動きというところもまた後ほど聞いていきたいと思います。アディショナルタイムも多く6分あったんですが、1点を取ることができませんでした。そうですね、まあ、1試合もこれから落とせないと思いますし、まあ、本当他力の部分もあるかもしれないですけど、まあ、自分たちは自分たちのことを考えながら、まあ、まずは本当一戦一戦絶対に勝ち点3取るっていうのを、まあ、目標にというか、まあ、絶対取っていかないといけないと思います。はい、ということで今治戦讃岐戦見ていただきました。戸塚さんいかがでしょうか。そうですね、今治戦は本当にあの苦労したゲームで、本当シュート2本で2得点なかなかないですね。いやないですね、これも本当運もね、こう味方してくれてたとは思いますけどもね、相手20本打ってますからね。そうですよね恐ろしいですね。あのクロスバーを叩いたりと、まあ、こんなこと言っちゃあれですけど、運は少しずつ向いてきたのかなという、だその運を自分たちでものにしなきゃダメなんですよ、ね。はい、その次のやっぱり讃岐戦で、はい、まあ、本当は勝たなきゃいけないゲームをね、やっぱり引き分けにしたっていうのはちょっと痛かったのかなと思いますね。そうですね、はい、あのもちろん簡単に勝てる相手は一つもないんですけれども、取るべき試合というのはやっぱり確実に存在しますもんね。そうですよね、やっぱりそのチャンスをしっかりとやっぱりものにやっぱりしていかないと、はい、やっぱりこう勝ち運っていうのもね、こう流れが来ないんで。そうですね、まあ、得点という意味ではこう効率よく上げることもできた試合もありましたが、この守備の方なんですけども、ずっと気になっている部分が、これは本当にね、もう何度も私言ってますけれども、やっぱりもう少しディフェンダーがあと1メートル50センチ、この距離をね、やっぱりもう少しシビアにディフェンスしてほしいですよね。そうですね、やっぱりシュートの体勢まで行かれちゃう、やっぱり打たれちゃう、その一歩手前でやっぱり防ぐことっていうのは可能なんで、それはもうしっかりと頭を使って、あのやってほしいですよね。そうですね、それができていれば勝ち点あといくつか積んでいられたと思うと、いや本当そう思います、失点がかなり減ると思います。そうですね、はい、ただもうここまで来てしまいましたので、あとは走るだけというところなんですが、あ、ギッフィーがちょっと眠たくなっちゃったみたいですね。はい、それではギッフィーもねちょっと起きていただきながら、続いては第23節24節続けてご覧いただきましょう。10月17日日曜日に長良川競技場で岩手グルージャ盛岡戦が行われました。はい、この試合はまさに上位対決、岐阜より上にいるチームを引きずり下ろす絶好のチャンスだったんですが、このね、無駄にね警戒していた。そうなんですよね、この前にもう一本あったんですよね、あのコーナーキックからね、危ない場面が、
ここも外しましたよね、あのマークをどうやってフリーになったのか、これを言ってるんですよ僕は。まさに戸塚さんがずっと春先から言ってることだったんですが、ただ岐阜の反撃もコーナーキックから、これはねボールも良かったんですが、素晴らしいトラップしましたよね、ちゃんと足元に落とすんで、このボールがまたいいんですけどね、柏木選手のこれふっと出てきたボールをよく足元に残しましたよね、きちっと決めることができて、これで岐阜追いつきました。三田選手もねすごくこう闘志をむき出しに、そしてまた右足でいうとこの中島健生選手、結果的にはオンゴールでしたが、こういうボールはいいですよね。そうですね、やっぱり相手側は守りづらいボールを蹴ってきますよね。こう回転するボールもあるんですけども、無回転がまた健生選手最近すごくよくて、やっぱこれはチームにとっては武器ですよね、左足で柏木選手、そして右足で中島選手という大きな武器があります。夕日にボールが生えて合成みたいですね、本当綺麗な長良川競技場です。さあこれでリードを保って終わりたかった岐阜なんですが、最後これも先ほど戸塚さんがおっしゃっていた、あと一歩の寄せというところなんでしょうね。これもオウンゴール、オウンゴールですけれども、そこまでやっぱり彼らにこう、シュートを打たせる、あるいは今のセンタリングですけどもね、そういうシーンを作らせてしまうんですね。追いつかれてドローでした。そして10月24日日曜日に AC 長野パルセイロ戦が長良川競技場で行われました。はい、前節ね今シーズン初めて先制されて追いついて逆転までいったんですが勝ちきれませんでした。それを受けてこの非常に今シーズン最多岐阜市民無料デーということもありまして、多くの観客が見守る中また先制を許してしまいました。ただ前節から岐阜ここからが違ったというところは皆さんの記憶にも新しいところです。1点を追う岐阜の攻撃、いろんな選手が絡んできて、最後ここ橋本選手が健生選手からのボールを受けて、久保田選手がね最後よく決めましたね。押し込みましたね。本人も言っていたように一度当たらなかったことがということ、ただその後落ち着いたことをね評価したいですよね。これで岐阜を追いつきます。ここがねもう勝負あったという感じですけどね。こういったプレーがあるから橋本選手本当魅力的ですね。これでビハインドでも追いつくという展開を2試合連続見せてくれました。さあ1対1という場面から、これねよくね高い位置から追い立てていきましたね、そしてボールが行ったり来たりして最後岐阜が取ってこのパス、そして決めた深堀選手、どちらも素晴らしいんですが、これスローで見ると柏木選手の目線とボール、いやまずボールを奪いに行ったのは柏木なんですよね。なるほど。その後もう一度自分のところにこのノールックパスっていうかね、もうほんとクラスで一番ドッジボールうまいやつがやるやつなんで、こっち見ながらボールは前なんですよね、それをやっぱりその視野の広さというか、やっぱこれセンスを感じますよね。つま先でこの思いがね、岐阜市総力戦の思いが乗り移ったかのようなあと一伸びになりました。さあ2対1、前の試合はここから追いつかれてしまいましたが、ここもこれはちょっとキーパーのチャンスですかね。そうですね、見えないちょっとスタイミーになって見えなかったですかね。ただここから岐阜が最後攻撃を仕掛け続けて、そして最後甲斐選手のおそらくシュートから川西選手が決めましたね。それもうまくねちょっとバウンドして、ボレーで打てるようなね体勢になりましたね。ただこのボールが出てきてからの密集地帯をうまく避けて川西選手がよく決めたなというゴールでもありますね。そうですね、これ5人いますもんね、もうここしかないっていうシュートですよね。センスですね。これで3対2、この試合は追いついて逆転して、そして突き放し見事勝利を収めました。アップする会場に、サポーターファンの方の、メッセージが届きます。その中で、諦めが悪いんです私たちとか、諦めてませんとか、すごく多くの言葉がありました。それは今現場でやってる僕たちも一緒で、本当に諦めの悪い集団になっています。そのリバウンドメンタリティが、
すごく課題にされた今シーズンで、本当毎試合食らいついていくことによって養われ、今日の逆転まで、この会場一体でつなげることができたんじゃないかと思っています。本当に後押ししてくださったファン、サポーターに感謝し、この勝ちを無駄にしないように、薄くなった、確率をもう一回濃くしっかり勝つことで、相手チームにプレッシャーをかけていきたいと思います。岩手戦、そして長野戦ご覧いただきました。戸塚さん、いかがでしょうか。いや、シュート数がですね、はい、2、うん、6、8、8 19と上がってきてます。できるんですね。だからやっぱりそれだけね、チャンスが多く作れれば、はい、やっぱり得点も取れるっていうことですよね。はい、あとやっぱりそのフィニッシュまでいっていると、うん、岐阜の得意のコーナーキックもそうですよね、いっぱい取れますし、はい、やっぱりセットプレーっていうのはすごい武器になってますから、うんうん、より確率が、はい、得点の確率が上がりますからね。そうですね、はい、で今更こう秘密兵器も何もあったもんじゃないので、もうできることをもうそれ以上の形で出していくしかない、ね、そうです。もうそれを相手は怖がってるわけですから、はい、なるべくそういうところにボールを持っていき、うん、ファールあるいはコーナー、はい、取るっていうのもやっぱり一つの武器にしていっていいと思いますよ。そうですね、はい、まあ、この時期にこんなお話するのもちょっとどうかなっていう気もするんですが、うん、まあ、岩手戦で初めて先制されても追いついて追い越すまでいった、はいはい、で長野戦では最後勝ち切るところまでいった、うんうん、これはまあ良しとした方がいいですよね。そうですね、うん、ただね、もう本当に気になるのはそのディフェンスのところなんですよ、はい、うん、本当ディフェンスが頑張ってね、休み明け前のね、はい、その固いディフェンス、うん、強固なディフェンスを作って攻撃をするぐらいのチーム力になってくると、はい、もっともっと安定したね、その試合流れを取れると思うんですよね。うん、そうですね、はい、もう残り試合が本当にわずかになってきた中で、どこまで強みプラスアルファを出せるか、このメンツでまだ伸びしろがある FC 岐阜は先があるんじゃないかなという希望も持てますね。そして聞けその2、昇格に必要な条件ということで、この収録時での順位表をご覧いただきましょう。はい、まだ沼津戦が行われる前ということを前提にお話ししていきますが、いや、ただその10月、はい、まあ、10月の最後の試合はありますけど、ここまで負けてはないんです。そうです、負けなしですね。それは評価できるんですけど、ただ昇格するためにはこれから引き分けもダメなんですよ、はい、ほぼほぼ全勝を狙っていかないと、はい、なかなか厳しいですよね。そうなんですよね。我々長年こう降格を逃れるために引き分けを取りに行くような応援もしてきたんですが、うん、はい、勝たなきゃダメですよね。そうなんですよね。というのもですね、まあ、ちょっと1位の熊本、この時点での1位の熊本はちょっと今背中が遠いの で、 そうですよ、ね、ターゲットなるチーム、この時点で3位の富山ですね、これが試合数が同じで勝ち点差が5で、宮崎は、もう一つ上にいるんですが、試合も1試合多いので、まあ、岐阜が全勝するという前提でいけば、うん、ターゲットは僕富山かなとも思うんですが、そうですね、はいはい、これ前提いっぱい言いますけれども、うん、岐阜が全勝するということを、まあ、ベースにしていただければ、こういった上位チームが2敗すれば、いや、その可能性はありますから、はい、やっぱりその何ていうんですか、勝っていって、あ、岐阜がまた下から来たぞっていう、うん、やっぱりプレッシャーはね、やっぱりかかると思いますよ。はい、はい、岐阜が超えるにはそういった条件がありますが、ただ自力の部分も残っていまして、うん、今名前の挙がった宮崎、富山に対しては直接対決を残しています。2敗のうち1つをつけるチャンスがあるわけです、ぜひ皆さん心を一つにしてですね、最後まで応援していただけたらなと思います。さあ、それではここで、今日のクゼの1枚のコーナー行きたいと思います。今回の写真はこちらです。いいですね、長良川競技場の緑の芝生ピッチの上を子どもたちが元気に。人工芝じゃないんですよね。いや、もうね、天然ですよね。ふっかふかのいい芝なんですが、綺麗だな。ジュニアスペシャルマッチということで、うん、行われています。この中から将来の FC 岐阜を担うような選手が出てくるか、来シーズン石坂選手が、下部組織から、ね、上がってきますので、こういった流れを生んでいけるのか、僕たちはどんなチーム、どんなクラブを愛して応援していくのか、そういったきっかけを作ってくれるのは彼らかもしれません。ではここで一旦 CM です。エブリデイ J リーグ日曜生配信、やべっちスタジアム、月曜オールゴールズショー。
火曜 J リーグジャッジリプレイ、水曜開催 J リーグ、木曜内田篤人のフットボールタイム、金曜 J リーグプレビューショー、土曜日曜 J リーグ欧州サッカー、ダゾーンで毎日 J リーグ。さあここからはトリプル G の全力応援部のコーナーです。イエーイ、今回はサッカーとある競技が融合した新しいスポーツを紹介します。おお、サッカーと融合って何でしょうね。何ですか ね、 気になりますね。気になります。早速見てみましょうか。 VTR どうぞ。おはようございます、トリプル G の若菜です。今日はサッカーとある競技が融合したスポーツがやっていると聞いてやってきました。早速ですが戸塚さんに問題です。そのある競技とは一体何でしょうか。ヒントはこんな感じかな。スイカ割りでもサッカーと何だろう。スイカ、そう正解はゴルフでした。サッカーとゴルフが融合したスポーツ、その名もフットゴルフ。一体どんなスポーツなのでしょうか。早速行ってみましょう。岐阜県恵那市にあるゴルフ施設、アドニスゴルフクラブ。通常のゴルフコースはもちろん、フットゴルフ専用のコースも常設されている施設なんです。今回フットゴルフについてお聞きしたのは FC 岐阜フットゴルフクラブ所属で、フットゴルフの日本代表に選ばれた経験を持つ高橋文人選手。高橋さん、単刀直入にフットゴルフとはどういったスポーツなんですか。そうですね、サッカーボールを使ってゴルフ場でゴルフをするというようなイメージです。ですのでゴルフ場に9ホールもしくは18ホール開けてあって、専用のカップがありますので、そこにサッカーボールを蹴っていくというようなイメージです。要するにクラブが足でゴルフボールがサッカーボールということなんですね。もうまさにその通りです。FC 岐阜でフットゴルフに取り組んでいただくことでフットゴルフも盛り上がりますし、フットゴルフを通して FC 岐阜、そして岐阜県を盛り上げていけたらなと思っております。で今日はですね、実は FC 岐阜主催の親子フットゴルフ大会というのがありまして、フットゴルフは小さいお子様から女性の方までいろんな方に参加していただけますので、今日もしよかったら参加してみませんか。いいんですか。やった頑張ります。フットゴルフは欧米を中心にすでに40カ国以上で楽しまれており、フットゴルフのワールドカップも行われるなど世界中で注目されているスポーツ。FC 岐阜は J クラブ初のフットゴルフクラブを2019年に設立しました。実際に若菜ちゃんも高橋さんに教えてもらいました。すごい。こんな感じでフェアウェイだと転がっていくんで、右を狙ってちょっと蹴ってみてください。どうですか。あと15回ぐらい蹴ったら入ると思うんでまっすぐなんで、もうまっすぐ肩に当てる感じで。惜しい。戻ってこい。惜しい。もうでも次で入ります。はい、惜しい。ナイスインです。ありがとうございます。初めてやったけどすごい思っていた以上に楽しかったです。あ、本当ですか、はい、よかったです。それではここで久慈さんに問題です。フットゴルフでは普通のサッカーとは異なった用紙のルールがあります。それはどんなところでしょうか。ヒントは足元です。5本指ソックスを絶対履かなきゃいけない高橋さん、正解は。正解はシューズです。フットゴルフではトレーニングシューズを使用します。サッカーで使用するポイントのついたシューズを使用してしまうとスマホを傷つけてしまいますので、皆さんトレーニングシューズでフットゴルフをプレイしましょう。どんなところが楽しかった。ボールを蹴るときが楽しかったです。丸い輪に入れるとき、蹴るときが楽しかった。マンホールに入ったときが嬉しいし楽しかった。実際にフットゴルフをやってみてどうでしたか。
思いのほか楽しかったです。まあ普通のゴルフと違って手軽にできるのかなっていう、はい、クラブもいらないし、いい運動になりました。まあ、もう女性の方でも全然できると思いますんで、あの家族でとか、まあ、いないし老若男女問わず楽しめるスポーツだなと思います。高橋さん、今回大会に参加された方皆さんすごく楽しかったみたいですよ。本当ですか、それ良かったです。 FC 岐阜フットゴルフクラブでは本当にいろんなフットゴルフのイベントをしてますので、いろんな方にフットゴルフ体験していただいて、フットゴルフの魅力を知っていただければなと思います。私も実際にやってみましたが、サッカーのような激しい動きではないので、お子さんから高齢者の方まで幅広く楽しめるスポーツだと思います。皆さんもぜひフットゴルフに挑戦してみませんか。ぜひやってみてください。戸塚さん経験あるそうですね。はい、先日ねちょっとね、はい、やらせてもらったことがあって、ええ、最初はねこうなんだこれとか思ってたらだんだんね熱くなるんですねこれが。いいな、僕もやってみたいんですけど、うん、いや結構楽しいですよ。幅広い世代で楽しめる新しいスポーツですね。ではここで番組からのお知らせです。まずは冒頭にお伝えしましたプレゼントのお知らせです。橋本渉選手のサイン入りユニフォームを1名様にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまで。締め切りは12月5日となっております。番組へのご意見も添えてご応募ください。また FC 岐阜の最新情報についてはFC 岐阜オフィシャルサイトでご確認いただけます。チェックしてくださいね。そして緑の話を聞けはインターネットでもご視聴いただけます。ウェブ動画では試合映像を使用していませんが、それ以外はそのまま見ることができますよ。ここで番組にお便りをいただきましたのでご紹介します。はい、一宮市原ちゃんさんです。ありがとうございます。緑の話を聞け楽しくチームに厳しく見ています。後半戦は苦しい状況でのスタートですが、久世さん、戸塚さんの厳しくも温かい言葉が選手に届いて奮起してくれると思います。岐阜サポは信じて応援するだけ。緊急事態宣言も解除されたので気持ちを切り替えて屋台村の前にタンメン戸塚に食べに行きたいです。いやもう前半は前半で心にぐざっときましたけどもね、うん、まあ、はい、後半ですよね。やっぱタンメン戸塚行きたいです ね、みんなで。前一度出店したことあるんですけどね、大盛況で。大盛況、ありがとうございました。もうそれ以来僕も初めて醤油ラーメンを知りまして、はい、お店に行ったね。そう、あの時はねお醤油しかやってなかったですから、ね、美味しくいただきましたが、祝勝会でタンメン戸塚に行けるそんなラスト飾っていきたいところです。お便りありがとうございました。さあいよいよ本当に残すところ あとわずかとなってきたわけなんですけども、まあ、ゆいちゃんのトリプル G としてもね、はい、やっぱりみんなで喜びたいよね。そうですね、うん、この間の試合も試合が終わった瞬間にもうみんなで抱き合って喜びました、ねね、はい、そういった試合をあと何回できるかというところがかかってくると思います。そして戸塚さん、やはり昇格というものを目指すチームは勝たなければいけない。いやもう勝つのみです、うん、はい、はい、それを信じてみんなで一つになって戦っていきましょう。それでは緑の魂をあなたに、緑の話を聞け。